ムーティエは、スイス北部ベルン州の都市、基礎自治体。北を、ジュラ州、北西を、ロッシュビーイ・イ東を、ベルプロンと、エスカート、南をコート、西を、パーリフィットと接する。人口は7385人。神聖ローマ帝国時代は、バーゼル主教領に属していた。フランス革命戦争及びナポレオン戦争の際は、フランスに併合されたが、 1815年のウィーン会議でスイス連邦のベルン州へ帰属した。ベルン州は大部分がドイツ語圏だが、ムーティエといった北西部のジュラ地方はフランス語圏である。そのため、フランス人民族主義者による分離運動が存在する。1959年7月5日に分離運動組織が実施した新たな収創説に関する投票では、 反対が67.2%を占め、否決された。1974年6月23日に、ジュラ州創設の賛否を問う、住民投票では、反対が50.8%でわずかに賛成票を上回り、ムーティエでは否決された。なお、住民投票全体では賛成派が勝利し、1979年に、ジュラ州が新設されることになった。 1975年9月7日、新設されるジュラ州の近隣の自治体に州の帰属を問う住民投票が実施され、ムーティエはベルン州残留票が総得票数の53%を占めたためベルン州へ残留することになった。しかし、1984年にこの住民投票では残留派に不正な資金が流れていることが発覚し、 ベルン州からの分離運動が再燃した。2013年11月23日、ベルン州のベルナージュラ区全体とジュラ州の統合計画が持ち上がるも拒否され、区に所属する自治体が個別に住民投票を実施することになった。2017年6月18日、ジュラ州への編入を問う住民投票が実施され、賛成が2067票。 反対が1930票で編入が決定した。しかしベルナージュラク長は投票に不正があったとして2018年11月5日に投票結果の無効を発表。ムーティエはベルン州行政裁判所に上訴するも2019年8月23日に結果の無効が確定した。2021年3月28日に再び住民投票が実施され、 賛成が2114票、反対が1740票で、ジュラ州への編入が決定した。ベルン州、ジュラ州、連邦議会ではまだ承認されていないが、ムーティエは2026年1月1日までの移管を目指している。観点をブーベルン、シティポピュレーションで、2021年3月31日閲覧。A、ムーティア、ルバーンシト。 エル・アンポールテ・エユー・ブジュ・サスペンス。スイス・インフォ。2021年3月31日。閲覧。レ・ボートル・プラス・サーベイ・デール・イストワール。スイス・エア・ナル。スイス・インフォ。2021年3月31日。閲覧。ムーティア・リクール・コントレール。アニュレーション・ジボート・シュール・サン・ラタチュマント・エーユージュラ。ラジオ・テレビジョン・スイス。2021年3月31日。閲覧。 アニュレーションコンファーミー。ジャーナルジュラ。2021年3月31日。閲覧。ムーティアツー・ジョイン・カンテンジュラ。推進フォー。CH。2021年3月31日。閲覧。スイザ・ヒストリー。スイザ。2021年3月31日。閲覧。FIG ヘッドクォーター・ムーブス・ツー・ローザンヌ。GMMEDIA.com。M M e D I 2021年3月31日閲覧。ありがとうございます。